ハイトはクラブより配信されていたスマートフォン用ゲームアプリ2019年4月23日サービス開始2021年3月31日18時をもってサービスを終了した本作は銃の光によって壊滅状態に陥った世界を舞台に光によって力を得た者たちによる調査組織機動兵団の活躍を描いている 本作は、プレイヤーキャラクターのメイキング機能を有しており、容姿を細かく設定できるほか、キャラクターの音声を設定することもできる。また、設定を変更することにより、装備を変更することなく、外見のみを変更する、アバター機能もある。機動兵団には、ジョブに相当する部隊が存在しており、プレイヤーはそのうちの一つから選択して、ミッションをこなす。 部隊の変更は可能であり、変更時にはソウルツリーで獲得した能力の一部を引き継ぐことができる。本作の戦闘はコマンド式のリアルタイムバトルであり、敵と味方の攻撃が同時に放たれることもある。通常攻撃に当たるオートスキルは自動で行われる一方、ウェポンスキルの発動はプレイヤーの任意による。本作では、 プレイヤーの行動により敵のヘイトが溜まり、それによって攻撃対象が決まる仕組みが取られている。プレイヤーはこれを応用して壁役のユニットにヘイトが溜まるように仕向けることもできる。これまでクラブは他社 IP の作品を中心として扱ってきたが、同社が掲げる三本柱のうち自社オリジナル作品の創出という方針のもと、本作の開発に当たった。開発にあたり、 プロデューサーの坂尻和とは、単なる、ソーシャルゲームではなく、純粋なゲームとして遊べる作品を目指したと、電撃オンラインとのインタビューの中で話している。坂尻は、かつ、バールハイトという題名について、本作の舞台である、バールハイトの環境は人類にとって厳しく、希望の象徴となる、光ですら人類に害をなす存在であるという意味を、 込めてまがまがしさを出すためにつけたと、インタビューで話している。また、本作の開発にはユニティに加え、自社開発のツールが用いられた。本作の世界観は18世紀から19世紀のヨーロッパをモデルとしたファンタジーとして構築されている。一方、悪魔や魔王といった、強大な敵は存在せず、本作における、光は、自然災害の一種として設定された。 本作のシナリオを手がけた幾多美和はヒューマンドラマが得意という理由から起用された。物語の全体には厳しい世界をどう生き抜くかというテーマが横たわっており、現実社会に通ずる描写も存在する。主人公が所属する機動兵団はファウスト博士という人物が光に対抗するために結成した紙兵団として設定され、近代的な衣装や武器がデザインされた。 一方、聖騎士団は、旧体制の象徴として描かれている。本作のキャラクターデザイン及び、美術の指揮は、サードエコーズが担当し、プレイヤーのアバターとなる主人公、NPC、そして、敵キャラクターの3種類のキャラクターによって異なる、仕様のモデルが用いられた。主人公は、100人同時プレイとカスタマイズを前提とした上で、 3D 調になりすぎないよう最新の注意が払われた。かつ、バールハイト一つ切りの魔道書のタイトルで、月刊コミックゼロサムにて2020年3月号から8月号にかけて連載。漫画、湯行寺玉、原案協力、クロブゲームズ、ゼロ、サムコミックスより単行本が全一巻。かつ、バールハイト、 ツエストマイナスのタイトルで2020年10月から12月まで東京 MX 他にて放送された。かつ、バールハイト、ツエストマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。